あの動きだけはちょっと許せなくてフルフルのあの今回のギギネブラはどうなんですか。あれはね、うんこ、あれはまた違う。ギギネブラ作った人、あなん違いが分かんないんだ。ギギネブラ作った方には申し訳ないんですけど、はい、あれ気持ち悪すぎるだろ多分そういうコンセプトのもと作られたんでしょう。フルフルも相当気持ち悪いと思うんですよ。フルフルキモくないって何ですか。属性で言うと可愛いとかなんかかっこいいとか。可愛い可愛い系です、ね。まあ、一番かっこいいのはどう考えてもキリンですね。キリンドスケルビですか。ドスケルビじゃないよ。ドスケルビですよね。どうやったらケルビがあんなになるんだよ。ケルビですよ。いやまあまあ確かに、いや角あるけど、キリン装備ほんといいですね。キリン装備装備ですか。ええ、まあ男の方ですけどね。あ男の方、あのユニコーンの馬かぶってるやつ、はい、馬の頭かぶってるやつ。女はほらあれ、ね、いいですね。まあいろんな同人誌とかでいっぱい見てるからさ、はい、どうでもいいんだけど。今回のガーガー装備も熱いですよね。今回ってキリンがいないから。あいないですね。キリン装備がないから、うん、もうちょっとその辺残念なんですけど。なんかそれに代わる、それに代わる何かがあるんですか。カプコンさんは用意してくれてるはず。用意しているはず、うん、さあ何になるんでしょうね。ああ、待ちにだ。